はい、皆さんこんにちは、大阪です。こんにちは。今日はバリ島で一番美味しいと噂の、外あやむのお店に来ております。イエーイ。お店の名前はこれなんていうの？チタラサ。チタラサ。チタラサチャーディです。チタラサチャーディ、はい、っていうお店ね。そうです。はい、それではちょっと食べてみたいと思いますので、それでは本日も攻めてみます。イエーイ、行きます見えるかな。はい、こんな感じで作ってくれてます。これは卵と、あと、なんだよ、これ、この、これは麺ですね。麺なんだけど、普通の麺じゃないよね。普通の麺じゃない、バリの麺です。バリの麺なんだ。何でできてる麺なの？よくわからない。よくわかんない。でもなんかこんにゃくみたいな感じに見えるね。そうですね。ね、糸こんにゃくみたいな感じですね。あの普通の小麦粉で作った麺とは違う感じですね。はい、早速食べてみたいと思います。はい、まずスープから。おいしい。ちょっとまだ熱いけど、うん、おいしいね。この麺からいってちょっとヘルシーな感じするね。はい、うん。うん、おいしい。おいしいですか？おいしい。あー、よかったです。うん、うん。この場所はどのあたりにあるんだっけ？これ、デンパーサーですね。ジャランタムリンです。ジャランタムリンっていうところね。俺たちの大好きなパサルバトゥンの近くだね。そうですね。じゃあカルチ先生食べてください。はい、いただきます、うん、いただきます。はい、一回唐辛子入れて、うん、あとこれコーナーに入れて、なんで言うと、うん、スープ固まるため、スープを固める粉があるんだ。そうです。はい、この外山はもう昔からあります。若いから
あります。彼が若い時からね。そうですね、売ってるってことね。いただきます。やっぱり味は前から同じですよ。満タンです。いただきました。満タン。本当に同じです。前から同じ。同じ。美味しい。美味しいです。うん、そっか、いいね。美味しい、本当に。なんかスープが固まってるっていうよりは色がちょっと変わったって感じだね。変わった。うん、変わった色。カサカサもやる。これは何なの、何のパウダーなの。そうですね、なんだパウダー、わかんない。聞いてみますか。うん、聞いてみて。ini terbuat dari apa dia mas? Rokok. Apa? Rokok dianjurin sama bapak. Ah, cembe から作って、と、調味料が入れるんだって。あ、じゃああれだ。米粉だ。あ、米、そうですね。お米の粉だね。そうですね。うん。ご飯も少し。うん。うん。美味しい。うん。もう本当に満足ですわ。ああ。ここのお店はさ、はい、あの朝何時からやってるの？ここですね、8時からですね。うん、朝8時からやってるんだ。やってるし。朝早くからやってるね。そうですね。うん、早いからやってるんです。朝の8時からやってるんだ。8時からです。夜は何時ぐらいまでやってるの？12時までですね。結構遅い時間までやってるから嬉しいね。そう、嬉しいですね。うん、この鶏ガラスープの感じの味がまたいいね。ね。うん。鶏のホルモンみたいなやつも入ってるね。そうですね。うん。これ普段の時は行列して食べれないような感じなの。そこまでいかない。いかない。まあとりあえず来たらね、ある程度空いて食べれるって感じでね。そうですね。カデが高校生ぐらいの時からそこ食べてんだ。よく食べる。何時って言うと、隣はあの映画館があるんですよ。あ、映画館があるの？今もあるの？今もまだやってるかな、わかんないけど。映画館があって、映画館終わってから、うん、ここに、ね、食べるんですよ。あ、そっかそっか。このパサルバトゥーンのあるあたりは、昔の繁華街だからね。そうですね。ね。今はね、なんかいろいろ発展して、いろんなところが人が集まるようになったけれども、そうです、ね、昔はここしかなかったんだよね。そうですね。カデが高校生の頃だから、50年ぐらい前。ねえ、50年前かな。20年ちょっとぐらい前だね。20年、そのぐらいですね。うん、この頃はこの辺りがね、一番人気の場所だったからね。そうですね、うん、だって、映画館はバルーンの中はここだけです。あ、ここだけだったんだ。はい、そう、電波塔の中です。今は結構な数映画館あるよね。そうですね。ビーチウォークにもあるし、モルバリギャラリアにもあるし、そうですね、TSM にもあるし、あと、なんだ、レベル21にもあるし、リポモールもあるし、リポモール、あとサンセットロードの方にも ね、 そうですね、あるからね。6つパッと思いつくだけでも6つのね、そうですね、シネマコンプレックスがあるよね。そう、スクリーン数がいっぱいあるやつね。ありますね。でも昔20年ちょっとぐらい前はここしかなかったのね。そうですね。すごいね、バリューが突然いっぱいパワーアップしたね。そうですね、うん、若いの人が映画館好きかな。ああ、そうだよね、やっぱり映画が安いからね。そうですね。大体は若い、あの、彼女と彼氏と、あ、デートでね。どっかインドネシアの人もデートで映画館に行くんだね。そうです。映画館行った後は何してるの？映画館行く時にご飯食べて帰る。ああ、そうかそうか。昔はすごい真面目みんな。まあ、ああ、昔はね。今は？今、まあ真面目じゃない。真面目じゃないなと思うんですよ。
あの昔は若い頃の時、うん、例えばデートする時じゃないですか、うんうん、戻る時に必ず10時に家、うん、女の子の家に必ず宿泊して帰ります。10時に連れて帰ったら寝てたのね。そうですね、うん、それしないともうすぐ結婚になる。あ11時になったらもう試してあげないから結婚してくださいっていう、うん、すぐ結婚になっちゃうのね。それルールがあります。なるほど。っていう感じです。新しいね、うん、新しいっていうかすごいね。あの日本だと例えば夜10時過ぎたらとかなんかそこの家のルールでね、はい、あの決めた時間よりも遅くなったらもう会えなくなっちゃうとかね、親が怒って会えなくなっちゃうってあるんだけど、はい、パリは過ぎたら結婚してくださいって言われちゃうんだ。結婚してください。それもあのあなた の, あの家族は明日来てくださいって厳しいで本当に結婚迫られちゃうんだ ねえ。それであのなんていうか毎週土曜日のに、うん、彼女がいる人が、うん、絶対彼女に家行きます。あそうなんだ。毎週土曜日、毎日毎週土曜日、絶対家に行って、うん、あの報告して、うん、これからちょっとデートいいですかとかあるいはダメならダメです。あ毎週ずっとあそこ10時までにいるんですよ親の許可を取ってデートするんだ。すごいね。それ今もそういう感じなの？今はしない。今はそこまでしない。今はする人は するかもしれないけど、ね、するかもしれないけど今は携帯があるんじゃないですか。あそうだね。じゃあここで待ち合わせ、どこで待ち合わせしますかとか、どこで待ってますかとか、うん、っていう感じですよ。あそうかそうか。昔は携帯がないから必ず家に行ってじゃあ行きますよって感じ、うん、あそっか。そうですすごいね。すごいですね昔は。いや日本でもそこまでやんなかったな携帯ない時代でも。すごいな。きれいですね。まさかのバリ島の昔の恋愛事情を聞けるとは思わなかったよ。かし面白いでしょ愛 として本当に頑張らないと愛がされてないです。だから一番頑張らない時はお父さんがすごい、うん、あの送るの人じゃないですか。背が高い、うん、おーとかはい、何しに来るんだとかすいません、A さんありますか、何だよとかすいませんとか大会ですよっていうパターンがあります。あったあった。はい、食べ終わりました。やっぱりね、人気店のね外アヤムだったからね。そうですね、美味しかったね。美味しかったです。カズの心の中ではバリ島ナンバーワンね。ナンバーワンね、うん、まあナンバーワンですね美味しいですそっかそっか。はい、これからも、バリ島の現地からじゃないとわからない情報を発信してきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、僕たちは、エッセンシャルオイルを販売始めました。はい、1本 10mg で、5本セット送料込みで4800円で販売させていただきます。はい、購入方法は概要欄に記載しておりますのでぜひご確認ください。こちらの販売で雇用を促進していきたいと思います。バリ島の経済をなんとか再生したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。